こんにちは、くにゅですさあ今日はえー、と4月の17日なんですけども2020年コメント返信動画と動画の最後に、えー、今週末、明日なんですけどね18日にちょっと皆さんに、まあ、来てもいいし、来なくてもいいしみたいなご案内がありますもうこれはもう世論を気にする人とうこの辺にちょっと通っててチラッとみたいなの 境目とといいいいうことなんでご理解いただだてて付き合ってくださいじゃあまずコメント返信からいきますね。えーっとねまず最初はこのちょっと古いのにコメントくれた井上玲ちゃんのジュースジュース加入スペシャルリニューアルタイニータイニーについてにコメントくれた方にお返しします。えっとフーズバットさんマイケルかなフーズバットかなえっと はタレントじゃなくて2人ともプロの先生なので専門的なこともどんどん語れるので深い話ができてるなと思いましたただ加藤紀子の優しく見守るお姉さん的な司会者はいた方がバランス良いと思いますうんこれまだ2回しか見てないけどそうだよねなんか両方強者強い強いになっちゃってるじゃないですか あ,ああいうのと比較的1人は弱くするもんねそこのバランスでの面白さ狙いってことなのかなと思いましたでもねちょっと今週の見てると番組編成変えてくような感じじゃないですか編成と申しますか取れないんだろうね2人をこの近い距離に置いてなんかさっき見たあれもそうだなハローステもそうだったけどもう マオピンとリサ丸超離れてるじゃないですかああいうことになってくるってなるとちょっと見てる方が不安というか心配になるっていう感じでエンンンターテインメントじゃゃななくなっちゃうんですよね,ねそうじゃなくてもちょっと加藤紀子さんの感じに慣れてきた我々はそわそわしながら見てたんですけどまあ今後のハロステとかに関してもちょっと語っていきますしタイニータイニーもねちょっと状況見ながらで。 こうななんつかなポジティブに行きたいね。でもコメントありがとうございます。同じこと思ってます。じゃあ次の動画のコメントのお返しに行きましょう。えっ、ー、と、これはね、ビヨーンズアカペラ解説をね、してるんですよ。このおうちでもビヨーンズの2つ目に挙げた動画にコメントくれてる方にお返しします。えー、と気まぐれプリンちゃんさんね、いつもありがとうございます。 あれズームってアプリかなと思ったんですがとにかく可愛かったなんか合宿コンクールを思い出しましたコンサートでもピアノボイパー,ーボコーダーで見たいですねこれねありがとうございますもう僕もうこれ動画編集してんじゃないかとかこの画像で喋ってんすよでもねこれズーム調べて何かにも聞いたんだけどあれズームで撮ってるだけであれできんだね うん、いやすげえなと思っちゃったなんか同じようなもの作ってみたいなっていうイメージが広がって2020年のこの3月4月の副作用っすよねこういうムードじゃないと気づけなかったもの僕結構ありますね、うん、恥ずかしいねここねでもご指摘いただいて感謝します以後も気になったことあったらお願いしますで,でコンサートのこのボイパーボコーダーでみたい ピアノボーイパ・ボコーダーねコンサートでこれやるんじゃないですかね、うん、これはもうビオは今回のツアーが実施できてたら僕やってたと思う、ね、合唱コンクールを思い出しました <laughs> あんな合唱コンクールだったらねもう最高に楽しみですよねそう思わせるビオはすごいね、はい、あとすじゃあ続いていきましょうワンコさん 拳の,赤村あ失礼拳のアカペラ路線はこのままビヨンズに引き継がれるんですかねかっこすいませんアカウントミスったのでコメント上げ直しました。かっこ,じあこれ一回書いてくれて,編集,して編集というか違うアカウントから来てくれたってことね。ありがとうございます。ちょっと新宿ね今ねすっごい救急車多いんですよ。多分コロナで心配でまともに行っても見てくんないから救急車使ってるってことだと思う。 本当多いからまあちょっと脱線した戻りますねえー、コメントお返ししますえっとね、うん、引き継いでも告げると思うんだけど僕はこれ応急処置対策対策だと思うなんでかっていうと美容のメンバーはアカペラでやってもほとんど音取れてていけるからねこれあの誤解を恐れず言うよ アンジュルムとかモーニング娘。とできねえよ。メンバー全員揃ったとこで。ジュースか、まあビオってことだよ。ビオもじゃあウータンどうするんだって言ったら、踊りゃいいじゃない。歌わしてないじゃない。そういうことなのよ。このピオどうすんのピアノでいいじゃないっていう。だからビオすごいのよ。俺はもう、うん、比べてないからね。 現状、そのまま音楽ファンとして言ってるってこと。で、うん。引き継がれるかどうかというのは、僕は形が違う。応急処置の方で、また違う形で、拳とは違う形でやると。拳も実は、あれ、アカペラは応急処置だったような気がする。でも、結果、メンバー頑張ったからね、エンターテインメントの賞になりましたけど。うん、そんな風に思ってます。ありがとうございます。じゃあ、続いて、もう一個の動画で最後かな。今日はね。 えとこの「ビタミンミ e にあげたもの最近ちょっとタイムリー動画ものをねやってんすけどあれど,どうかね良ければいいけどちょっとね情報がずれてんだよあのよ急いでやろうとしてっからあもう最初に言い訳しとこうかこれコメントのレスする前にこの「ビタミンミ e の動画で僕紹介して間違えてるのは、えー、とラモンズの曲の例えが間違えてる あれ、ま、だけど、Luck and Luck and l のあっちを言いたかったの。あ <laughs> れ、その程度のね、まあ、睡眠不足だったってもあるんだけど、その程度のミス多いんで、まあ、これは動画に1回上げてから、ああ、違ったと思ったら何日か後に気づくたびに言い訳書いておきますよ。概要欄にご了承ください。じゃあコメント返していきましょう。えー、っと、気まぐれプリンちゃんさん。あ、はい、連続でありがとうございます。 えとキュートのジャージを着てるのはメイキングでの前田心がキュートのジャージを着ていたのですがそれに合わせている感じですかこれっすよ <laughs> もちろんですよ <laughs> ねこれあの突っ込んでもらって僕リアルタイムで見てたんですけどああ気づいてくれたと思いましたね前ここの持ってこれ,これはねこれゴールドだからこれじゃないやつだと思うんだけどだからいつ買ったかこれ忘れちゃったけどねジャージとかパーカーとかね なんか戦闘服みたいなアフロみたいですかとかいろいろ持ってますよ、うん、キ,ュキュートのものはよく持ってるもうこれロゴ自体も好きだもんこのキュートってすごいシンプルでなんかお,おしゃれっちゃおしゃれだしねキュートすごかったよ、うん、まだブランドとして、うん、僕使えると思う、うん、まあまあちょっと話ずれそうだ であのベス,トアンベストアンサーじゃねえやジャストアンサーですありがとうございました <laughs> じゃあ続いていきましょうボラさんえー、っとボラさんはもういつもありがとうですね、はいえー、私には可能性があるんだぞい国尾さんが言ってるのにすらにやけた西好きだわ声もいいけどダンスが好き可愛い感じの子なのにダンスはやんちゃ薬用感がいいですね えー、メンバー全体に良さが伝わり美容旋風まだまだ衰えなし勢いあるわ、うん、あのー、まだ見てない人はねこれ早く見た方がいいっすよ、うん、西の西の方ね俺,俺のじゃねえよ <laughs> 俺の見てもも,もちろん動画見てほしいですけど、うん、僕のは1回でいいからそうこれいいよねその後のダンスまでいいもんねわかるわかる、うん なんかあの子1回のチャンスに対して自分がどれだけ期待されていてここでやることがチームとしての勝利だってことをちょっと分かってる感じタイプなんですよ。で初期の実はこれ思い出すとかで初期の南名かな野村南の方ねで拳の時にタイプ似てたんだろうけど南名は1人プラス7人みたいに見せちゃう子だったのよ。で西田はちょっと気づいて てて早い段階から勉強したのか分かんないけどそうなりうる自分っていうのはセーブしてチームの中でここ立って時だけだ先発狙わないでリリーフピッチャー目指したってことなんですよ。まあ、これはもうこの「ビタミン B の動画でも僕言ってるんだけど1イニング完璧に投げたらこれだけ12人チーム揃ってるからもう自分それでいいよなって分かったタイプなんだよね。エース狙いいいに行かないの、うん、だっていや 大変じゃんこれ俺がさ西田ろ織だったらまあだって山崎由ネとガチ勝負とか高瀬くるみとガチ勝負一岡ガチ勝負桃姫ガチ勝負選ばないよ勝っても負けだもんならあじゃあもその辺で先発回していただいて自分ちょっとあの6回か7回であの投げさせてもらえれば大丈夫っすみたいな。 あと先発好調じゃなかった時のロングリリーフとかねなんか俺西そっちやってる気がするですげえ頭いいそこが一番輝くしそのあこのイニングありがとうございますっていうような感じだもんね野球みたいな人全然わかんないねでも何が痛い,いかというと屋台骨で行かないでここ欲しいっすよっていう時にあ全然できますって言って期待値以上 そういうことできるってことっすね。うん、そう思いました。で、ね、美容旋風ってこれ、僕、業界内では起きてると思いますよ。で、今この状況じゃん現場少ないじゃんテレビ業界攻めれるとこ全部攻めちゃったらいいよね。もう絶対いける。実力ある。いや、同じ気持ちです。ありがとうございます。じゃあ続いていきましょう。つるつるさん。 ビヨンズからドアーズにつながるとは思いませんでしたかっこ笑いラモンズのオマージュと言われたのはゴミビタミンの部分ですよね IO レッツゴーねそうそうそう <laughs> これナイスフォローだねそこは合ってるねうんそう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 なのでもう一個ラッキンラケラレディオレッツゴー and, and on,、oh, あれタイトルちょっと忘れちゃったけどあっちの方は実際オルガンとかその メロディー本編のところに被ってるとこありますよメロディーっていうか、あのここ、コードとかね、バックグラウンドミュージックってやつ。え、ね、ちょっとまあ、喋れば喋るほど間違えそうで、もうちゃんと調べてからこう、しゃべるようにします。すいません。でも、フォローありいただきありがたいです。あ、で、ドアーズのところは、多分 Light My Fire って曲の、テルテルテテルテテルテテっていう,う、すっごい長いオルガンのソロがあるんですけど、 そこでほんとはソロでソロというふうに言っちゃってたんだけどオルガンのイン何ていうかな中盤のソロでいいのかソロだよ <laughs> イントロでて言ってたのソロいやもう下手だね、えー、中盤のソロのところがディープ・パープルのハイウェイスターのワンフレーズ取ってるんだよってことを言ったビタミン B 曲ですね今日も何回も聞いてます すいませんあの以後もよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあこれ最後かな。えー、と、きは敬語退散。えー、いつもありがとうございます。最近のユハネの出来上がり具合がいいですね。キッカ動画を探してみてください。の気持ちがわかる。このキッカあれでしょユハネのバースデーイベント第2部のやつじゃない見た見た見た。キッカね、もういいっすよね。あの全力で絡んでいって、なんとか自分の爪痕を残して、 持っててようとしてるじゃない、うん、僕彼女デビュー当時から好きだからデビュー前も好きだったけどねやっぱ「キッカーファースト」が一番いいね、うん、これ「ハローも漏れなく」か声がちょっと変わってきちゃってね今なんかともすればウイスキー焼けみたいなねままで歌ってるからああいう感じの女の子超好きだけど歌手だからね、うん、なんか考えて。 やっていけば実力才能のある人だし何か引っかかれば結果もいけるそこが湯ハネの絡み方かどうかは分かりませんけどねでも幅広く見ていらっしゃるってことも伝わってきますありがとうございますじゃあ今日はそんな感じですかねじゃあ動画の最後にお伝えしていた内容というところをもう一回復習していきましょう明日の4月の18日見る人にとっては当日過ぎてる方もいるかもしれません で18日の22時ぐらいからうちうさぎの羊というところ、まあ、リンク貼っておきますでツイッターでは隠語表現しますツイッターは「都国を」という名前でやっておりますでハローを聞いてちょっと1.5メーター2メーターぐらいですか開けながらしゃべれますし、まあ、お酒も飲みながら僕は飲みながらやりますけどハローの画像映像を見てちょっと最近どうなの皆さんの漢字近況どうなのみたいな話しながら まあ、何名かですよでやっていく会がありまして YouTube でこれ見てくれてる方々というのでちょっと話してみたいよっていうようなのとか時間あるから立ち寄って見てもいいですかとかそんな感じでいいんで機会を作っていこうと思ってますおそらくね僕毎週土曜日はあそういう体制でやっていく感じに今考えてますで理由はまあ3つ挙げておきましょう、えー、この閉塞ムード えっと、全然好きじゃないか単純にそれだけ、うん、これが一つで2つ目、えー、っとコミュニケーション取る中でタイムリー感っていうのがなくなってきたりお肌感っていうやつだよねっていうのを僕はあのみんなにとってこの2番目はみんなにとって健全じゃないと思ってるんです同じ考えの人だったらっていう提案ですから違う考えだよっていう人を僕否定もしないしダメだとも思ってないの。 それはもう常に日常さまざまじゃないですか。ハロウォーターっやってたってさまざまじゃないですか。こんなに現場楽しいって言っても絶対在宅守る人とか <laughs> 逆もしかいで何も見てないけど現場毎回いるとか。<laughs> これ本当にこれいこれが日常だったんですよね。その日常の感覚で選んでるアクションアクションの人たちがまあいつも通りの日常の中でっていうことなわけですよ。だ普段だっってて外出てたって 何でも感染のリスクあるんだからねこのコロナでなくても、うん、と僕は考えている側だからこの2つ目というのは皆さんの日常というところをいつも通りやれるっていう人のためようが2つ目で3つ目ここはねいつも3つ目を一番重要に持ってくるんですけどここが一番重要でハローを好きだっていう時に共有したいじゃないですかでそこ を僕はいろんな選択肢がそのまま残っててほしいってことっすよ。うん、で、一つ目は俺の気持ち。二つ目は、えー、と皆さんの中での日常。で、三つ目は共有したい。うん。な三つ目がこのアクションの動機になったら一番いいのかなと思ってます。うん。まあ、これは偉そうに言ってるんじゃなくて、できることをやるってことっすよ。そんな感じかな。 であとねライブハウスだけの俺動画ね上げようと思ったんですよ中止系とか潰れる系のでここね俺ちょっとね引っかかったところがあって東京都の情報を少し持ってんだよこれとかか,かけないと語れないんだだからそれ聞きたい人は明日 <laughs> 来たら喋ゃるこれ,これ営業トークしてんじゃないんだそこはあって記録残さないやつだったら喋れるけど今喋るんだけどもっとくと とにかく東京オリンピックの時期に関わってた、かか,かってたやつ、東京都はね、うん、そことかかってる仕事の事務所とかちょっと調べてみ、あのホールとか。難しいってやつですよ。ねえ、やんなっちゃうね。まあじゃあ今日はこの辺にしましょう。えす、ー、べてのハロを好きな方々と、僕の動画、あらゆる動画を選んでる方々の、 日常と健康と、それとハッピーな気持ち、そうつながるために引き続きやっていくんで、国のチャンネル、もしまだ登録してないって方いましたら、チャンネル登録と、あとまあ、立て続けに週末はまた動画を出していくと思うので、そこも付き合ってください。じゃあそんな感じで、素敵なフライデーを過ごしていきましょう。またね。